はい、先々な、新潟人の飲酒動画始めます。今回は、ビールじゃね、発泡酒ですね。キリンの、フレビアという、ね、やつです。これが、アルコール度数が 3% と低い。果汁が 0.3%。爽やかレモンを一絞り。と書いてあります。300ml ですね。量もあんまり少ない。ホップの爽やかな香りをレモンが引き立てる新しい美味しさ。原材料が麦芽とホップと大麦とコーンとスターチと糖類とレモン果汁と酸味料と香料。麦芽使用率 25% 未満。となってます。これ確かコンビニで売ってたな。うん。まあ。ちょっとね、3% なんで俺買う気はなかったんですけど。なんかちょっと気になったんで。まあ、発泡酒ってとこ。発泡酒。っていうことでね。じゃあ乾杯。うわ。なんじゃこりゃ。めちゃくちゃ甘い。甘っ、これ。あ、でも飲みやすい。なんかビールのチューハイみたいな感じがする。レモン味のね、ビールチューハイみたいな。あ、これでも結構砂糖入ってんな、これ。これだいぶ甘いぞ。かなり甘いですね。ビールにしてはちょっと。異常なほど甘い。異常なほど甘いですね、これ。爽やかな香りでごくごく飲める、気軽で自由なフレーバースタイル。ホップの爽やかな香りをレモンが引き立てるフレーバービアスタイルの発泡酒です。麦のコクや甘みがありながら苦味は少なく、ホップの爽やかな香りと、レモンが一層引き立てる製法で、香り、ほのかな甘さ、キレのある後味のベストバランスを実現。こだわりを丁寧に詰め込みました。平日に気兼ねなく飲みたいとき、少し気分やテイストを変えたいとき、ごく飲めるのにしっかり満足。今の気分にちょうどいい。かなり甘いと思うけど。いや、かなり甘いですね。まあでもこれは、まあ、ありっちゃあり。チューハイプラスビールみたいな感じで。こういうのってあんまなかったですね。レモンチューハイにビールを入れたような。苦くないビールっていうか甘いビールみたいな。うん、まあ結構美味しい。それなりに美味しい。うん。それなりに。ああ。これならビールが苦手な人も、ね、美味しく飲めるんじゃないかな。かなり甘い。かなり甘いので。まあ、ホップの味も、ホップの香りか。もうまあしますからね。フルーツ感覚。フルーツ感覚。ジュース感覚で飲める。ビール。っていった感じでしょうか。うん。レモンが入ってるから結構さっぱりしてるね。まあ多分これは女性を狙ってビールが苦手な人向けに作ったんだろうね。アルコール度数も 3% ってことは、まあ、多分、苦手な人に、酒を苦手な人をターゲットにしたんだな、これね。まあ、かといって、まあ、でも見た感じさ、こんな甘いなんて、ちょっと見た感じわかんないですよね。うん。ビールが好きな人じゃないとこれ飲まないだろ、大体。ビール嫌いな人ってこれを飲むかって、感じですよね。多分飲まないと思うけど。まあ。口コミでしょうかね。口コミでこれは甘くて飲みやすいぜっていう感じの口コミでこう広がってみたいな。感じなんですかね。うん。普段のお酒を飲む割合が、20代が男性が 74%、女性が20代 66%。結構飲んでるな。結構飲んでるな、66% って。女性でも 66% も飲んでるか、本当に。本当か、これ。で、男性が30代が 78% で、40代が 84%。一番40代が高いですね。で、女性が30代が 58% と下がり、40代が 68% と上がり、やっぱ一番40代が、あれなんだね。酒を飲む割合が高いですね。てか今の、あれでもそんな飲んでる人いるんだ。20代 74% で 66% って結構飲んでるな。これ本当かよ。うっそくせえな。普段酒飲んでる人間なんてそんないないと思うけどな、今のね、今の世代って。まあ、どういう意味で普段っていうのかわかんないですけどね。普段って言うと、俺からするともう毎日飲んでる感じなんですけど。まあ、さすがに毎日飲んでる人はいないでしょうけどね。まあ、そこら辺はどうなんですかね。まあ、俺は毎日飲んでますけどね。それでは。3月の5日。まあ、コクはないでしょう。甘みが非常に強い。もう酎ハイだね。香りもまあそれなりあるんで。まあ、まあそれなりにこれ美味しいです。ただ度数がもうちょっと高ければなと。5% ぐらいだったら、美味しく飲めるんですけどね。2434です。ご視聴ありがとうございました。